乙武さんの五体不満足ってタイトルよく考えたらおかしくないですか。やっぱり3本目の足も不満足だったんですかね。要は五体っていうのは五体は不満足かもしれないけど他のところは大満足っていう意味なので、ほら乙武さんここは大満足っていう本だとさすがにちょっとその講談社としては売れないと思うんですよね。その乙武3本目の足大満足とかって言ったらちょっと違うじゃないですか。だから不満な方を 5個出したっていう話で、はい。なので乙武さんの満足の足をなんでこんなしてるのか分かんないですけど、すいません。